数多くの紐のようなものでできているこちら、実は LED ディスプレイなんです。国内初登場のこのディスプレイ、まるでのれんのようにできているため、こんな演出も可能になりました。ディスプレイに映し出された人物がその中から出てきたような演出ができるんです。夏、好きなアーティストのライブでこの演出を見ることができるかもしれません。